Hi, hello guys. How's it going? And welcome back to my YouTube channel. しゅみすけです。本職は英会話教室の社長をやっています。まあ、皆さんね、毎度ながらなんですけれども、英語学習頑張ってますか？今日の話はですね、英語学習者の皆さんは絶対に知っておいた方がいいと思って収録しています。それは皆さんの独学で使っているこのパソコンの話なんですね。これ知ってるか知らないかで皆さんの独学の効率はめちゃくちゃ変わります。なので、最後まで聞いてください。英語がね、話せるようになりたい。できれば独学でね、学びたい。そう思ってる方はね、結構多いんじゃないかと思います。僕もね、実はその気持ちはとってもよくわかるんですね。中にはね、今英会話教室やオンライン英会話で学んでいて、この動画を聞いているっていう方もいらっしゃるかもしれないです。独学にせよ、習うにせよね、絶対に英語で必要な学習っていうのがあるんですね。それはインプット学習とアウトプット学習、この2つです。今日はねちょっと勉強法の話ではないので、このインプット学習とこのアウトプット学習について気になる方は以前の動画でも解説しているので見てみてください。で、話を戻すんですけども、このインプットアウトプット学習とともにとても大事なことがあります。何だと思いますか？それはね、皆さんがこの独学の時間を共に過ごす、パソコンなんですね。皆さんも、あれこれね、気になるページを、ブックマークしたり、これいいよとかって勧められるがままに、アプリ入れちゃったりとかね、してると思うんですよ。で、それはね、僕もすごくよくわかるんですね。ただ、実は僕がね、お手伝いしている人を見ていても、これだけは使わない方がいいっていうね、アプリや、ブックマークがついていたり、逆にね、これはいいのにっていう風にね、思うものが入ってなかったりすることって結構あるんですね。ここでね、僕が言いたいのは、今目の前にあるパソコンというのは僕たちのね、この英語学習へ誘ってくれる強い味方にもなるし、逆にね、それ以外のことやあなたを誘うね、誘惑装置にもなってしまうってことなんです。ということで、今日の企画です。この動画を見ればですね、英語学習者あるあるのこの絶対 NG なパソコン設定を理解して、また英語独学で僕が今まで見てきた英語ができる人の多くが最近使っているね、いわゆるソフトについて知ることができます。僕自身ですね、本職は英会話教室の経営をしていますが、実は結構ねテクノロジーとか習慣とか、あと脳科学オタクなんですね。てか結構もうマニアの領域に行ってると思います。で、マニアっぷりが行き過ぎて、もうわざわざねシリコンバレーまで行って脳科学者とエンジニアが詰まった超マニアックなね会議に唯一の外国人として参加したり、とにかくね、この学習を効率よくすること、これだけをね考えて、自分のパソコンとか自分自身で人体実験して、これはいいって思ったものだけ紹介しています。ということで、今日の動画を聞けばですね、皆さん このパソコンとかスマホ、これは英語独学をサポートしてくれる最強の友となることでしょう。そして、皆さんのこの英語学習の効率を2倍、いや3倍4倍としてくれるこのパートナーとなってくれるはずです。はい、では解説に入ります。最初にね、このおすすめのパソコン環境についてお話しする前に、絶対にこの NG ということを先に言っておきます。なぜなら、どんなにねおすすめのソフトを使っていても、この NG の状態だとせっかくのね効果が半減してしまうからです。ということで、まずね、今回の動画を聞いたら、このお付き合いをね変えてもらいたいものがあるんですね。おそらくこの動画を聞いている皆さんのパソコンの、ブックマークとか、スマホのアプリとしてもインストールされていると思います。何だと思いますか？それは、Facebook とか、インスタ、LINE のような SNS です。僕ちょっとね SNS って言っちゃったので、この SNS そのものが悪のようなイメージを持つかもしれません。僕も別にアプリの会社に恨みがあるわけじゃないんですよ。確かにね、その今ね僕が名前を挙げたこの Facebook とかインスタとか LINE、 これだけが悪いわけじゃないんです。 TikTok とか、本当はねこの YouTube も実は該当します。で、そして意外かもしれないですけども、メールも要注意です。こういうねサイトとか、アプリ全般は英語学習している時は全てのねお付き合いの仕方を変えていく必要があります。じゃあなぜですね、この SNS とか、このメールなどのアプリが NG なのでしょうか？それはこうしたアプリがね、人間のこの動物としてのこの本能、中でもこの爬虫類脳と呼ばれるこの部位を刺激しちゃうんですね。爬虫類脳が元気になっちゃうとどうなるかって話なんです。でもうこうなると脳がねこの本能に支配されちゃって、もう勉強をね集中できなくなっちゃうんですよ。これはね、どういうことかというとですね、当たり前なんですけども、この英語学習、これを効果的に行うには、いかにこの集中する環境を持てるかってことがね一番大事なんです。なんだそんなことか、そう思ってしまった方は舐めすぎなんですよ。実際ですね、一度この SNS とかメールが気になって見始めると、おそらく皆さんもこの5分10分とかね吹っ飛んでしまった経験あると思うんです。でもね、実はその5分10分が吹っ飛ぶこと自体は大したことじゃないんですね。
もっと立ちの悪いことがあります。それは何かっていうと、一度ねこの勉強から離れていってしまうと、またこう元に戻ってくるのに平均でなんと23分飛んで15秒かかるっていう研究があるんですよ。でこの意味はわかりますよね。つまり勉強しようと思って例えば2時間のね予定を組んでいたとしても、2回ね SNS 立ち上げてしまうと、仮に一瞬しか見なかったとしても50分近くの時間が実質的に吹っ飛んでしまうってことです。でこれ時間が吹っ飛ぶだけじゃなくて、学習と集中はこう皆さんも気づいていると思うんですけども、とっても大きな関係があります。でなぜ集中することが大事かっていうと、この学習っていうのはこの新しい知識、これを獲得して、あとこの脳のニューロンっていうねこの神経回路があるんですけども、この配線を意図的に組み直す作業なんですね。新しい単語を覚える、文法を学ぶ、あるいは英語の音を瞬時にこう聞き取って英語の語順通りに理解する、そしてこう思ったこと感情をこう母国語じゃなくて、ね、外国語で表現する、こうしたことができるようになるためには脳がこの他のものにリソースをね割いていない状態である必要があるんです。これをね邪魔するのが SNS ってことです。先ほど紹介したこの爬虫類脳っていうのは、場所で言うと大脳基底核とか肝脳とか小脳っていうね、これも爬虫類とかこういう原始的な動物も人間も持ってるんですね。いわゆる共有している場所です。で基本こういう場所っていうのはこう生存全般の機能を司っている場所なんです。こっちが優先になっちゃうってことは、学習よりも生きていくこと、生存モードになっちゃうってことです。つまりこの生存モードってことは、敵が来たら逃げたりとか、誘惑があればそれに飛びついたりとか、刹那的な行動を取っちゃうということなんですね。この状態だと集中できませんよね。しかもね、もう一つ悪いことがあります。それは SNS が常習性が高いってことです。実はこれと同じ仕組みで作られたものって僕たちの身近なところにたくさんあるんですね。例えばって話なんですけど、何だと思います？パッて僕が思いつくもので言うと、パチンコとか、カジノなんかのギャンブル、あるいはタバコもそうですし、極端な話言っちゃうとね、コカインとかの麻薬もそうなんですよ。実はこのスマホだったりとかね、この SNS をねパソコンで使っている時に、僕らの脳で起きていることっていうのは、今言ってたようなことをしている時も実は全部起きます。でしかもね、ちょっと悪いことにスマホとかパソコンっていつでもどこでもね使える状態になってるじゃないですか。ここでねちょっとイメージしていただくと分かると思うんですけど、パチンコ好きの人がいて、パチンコ屋さんに行って他の人がね横でこうパチンコバンバンやってる時に勉強してくださいって言われたらどうですか？めちゃくちゃ難しいじゃないですか。でそれと同じことを皆さんも無意識のうちにやっちゃってるってことなんですね。これちょっと番外編になっちゃうんですけども、これ僕のねスマホなんですけども、こんな感じでもうトップページ、通知全部消しちゃってるんですね。だからお通知のカメラとかねカレンダーとかしか入れてないんですね。で次のページ行っても何も出てきません。ちょっと防災速報はね結構今雨降ったりとか地震があるので一応通知残念ですけども、これだけちょっとオンにしてますね。で Facebook とかこうインスタとか、僕ほとんどあんま見ないんですけど、そもそも LINE とかは全部こっちの3ページ目までこうスクロールしないと出てこない状態です。 LINE とかね週に1回ぐらいしか下手するとチェックしてないような感じなんですよ。Facebook なんかもほとんど見てませんっていう感じでね、こうやって後ろに持っていくと、このわざわざこのねスクロールするのめんどくさいから、基本的にはねどんどん見なくなっていくと思います。実際ですね、 Y コンビネーターっていうベンチャーキャピタルが、シリコンバレーにあって、ここは Airbnb とか、あと僕らが知ってるところだとドロップボックスとかね、そういう会社に投資した有名なベンチャーキャピタルなんですけども、そこの創業者のポール・グレハムっていう人がこう言っています。スマートフォンは21世紀のタバコとなるから。僕はねこの言葉を真剣に捉える必要があると思っています。ってことでですね、僕は今の話した上で、この皆さんが英語学習に集中できるように2つのことをお勧めしたいと思うんですね。で1つ目は、今パソコンで SNS のサイトのブックマークをしている人、この動画聞いた直後でもいいんですけども、外しちゃってください。そして、スマホのねアプリで入れてる方も多いと思います。Facebook、インスタ、LINE、TikTok とかですね、この辺の SNS がある人はちょっとね削除するとやりすぎですけども、一旦ね後ろのページに持っていっちゃってください。これだけでも SNS 見ようとしてもね、こうページスクロールしないと見れないので面倒ですよね。これで誘惑がかなり減ります。何よりも、本能を刺激するものはなるべくね自分の目に届かない場所に持っていくっていうことが大事です。そして2つ目なんですけど、これはスマホパソコンともにね大事なことがあります。でそれはね通知を切ることです。通知がなければ少なくともね通知が鳴って意識がねそちらに行く回数が減りますよね。で最初はねちょっと物足りないこともあると思うんですけども、それもいずれなくなります。なくなれば SNS 仙人になります。 SNS 仙人になっちゃえばね、もうね他人のことよりも自分のこと、これを大事にできるように慣れていきます。
まあ、僕なんて先日の話なんですけど、うちの親父がね、まあ、いつもこうアマプラでこう映画とか見てるんですけど、なんかどうも設定おかしくなっちゃってめちゃ困ったらしくてですね、気を使って LINE で設定の仕方をね相談で送ってきてたんですけど、気づかずにねずっと無視してて、ね、めっちゃ怒られました。まあ、でもね、本当に緊急なことだったら電話してくると思ったので、それぐらいがねちょうどいいんです。本当に学びに集中したいなら、まずねこの NG 設定をなくすことから始めましょう。では NG の話をしましたけども、まあ、ここからがねこの動画の本題です。ということで、まあ、英語独学者に僕は絶対的にねおすすめするこのパソコンに入れることができる、まあ、3つのソフト、まあ、これを紹介します。まあ、この3つはね、本気で英語を話せるようになりたい方、聞けるようになりたい方、そう思っている方が英語学習において何が大事かという視点で僕は優先順位をつけました。ここで一つね、皆さんに質問なんですけども、この話すとかこの聞けるようになるために必要な学習というのは何でしょうか。まあ、僕の動画をずっと聞いている方はもう答え分かっていると思います。でそれはこのインプット学習とこのアウトプット学習なんですね。で中でも僕はこのインプット学習を重視しています。今回はアプリの話なので、インプット学習とこのアウトプット学習が何なのかを細かくは話しませんが、もし興味ある方はね、以前の動画でも解説していますし、近いうちにこのインプット学習とアウトプット学習について一通りまとめてね話す予定なんですね。興味のある方は忘れないようにチャンネル登録もしておいてください。最初にこのインプット学習で大事になることっていうのは2つあります。1つ目がこの英語の音に慣れるっていうことなんですね。で2つ目がこの英語のね言葉のこの並べ順、つまり語順に適応するということです。そしてこのアウトプット学習、まあ、これはいわゆるね独り言とかで英語の添削をしてもらったりとか、あるいはねオンライン英会とか英会教室で会話をねする練習のことを言います。でここでまあちょっと独学と結びつくことで大事なことが、まあ3つ目としてあるんですけども、それはそのフィードバックをしてもらった後の反復学習なんですね。これはまあ第二言語習得論なんかでは自動化というふうに言われてますけども、その練習をすることです。英語が話せるようになった方、聞けるようになった方はみんなねこの3つの学習、これはね最低限やっています。でそこでここからねこの3つを意識しながら、皆さんがこう独学で使えるこのパソコン上で使えるアプリっていうのを紹介していきたいと思います。まず第3位で紹介したいものは、音読さんというねサイトです。ここでまあ皆さんに質問なんですね。例えばねオンライン英会話だったりとか英会話教室でネイティブと会話したりとか、あるいはご自身で独り言で、まあ、英語で文章を書いてそれをネイティブに、ね、添削してもらったことってありますか。今現在ねこの英会話教室に通っている人、あるいはオンライン英会話でネイティブと話したことのある人っていうのは皆さん経験があると思います。でこれはねとてもいいことなんですね。ただまあで僕自身も、まあ、英会話教室の運営をしているので、まあ、ここまでの手伝いは当然ながらやっているんです。ただですね、ほとんどの方がこの先とってもねもったいないことをしています。でここでもう一個ね質問なんですね。では添削してもらったフレーズとかセンテンス、まあ、文章を何回とか何十回とかこれ音読したり反復する練習をしたことはありますか。やってるよっていう方はもうこれ完璧です。めちゃくちゃ素晴らしい。ただやってないという方、マジでやってください。これねもうすごく宝の持ち腐れなんですよ。この反復はまあ音読になるんですけども、じゃあなんでねこの音読が大事なのかって話なんですが、アウトプット学習で大事なのは実はねクラスそのものではなくて添削してもらった後なんですね。クラスが終わった後の方が大事だってことだったんですよ。知ってましたか。ではそのクラスの後で何をするかって話です。それはこう添削してもらったフレーズセンテンス、これを何度も何度も音読して同じ場面でね出くわしたらそのまま使えるようになるまで練習するっていうことです。これこそが実はアウトプット学習で求められる一番大事なことなんです。もし英会話教室とかオンライン英会話などのネイティブの添削を今ね受けてる方は速攻でやってください。正直クラスの回数を半分に減らしてこっちの音読を増やす方がはるかに効果的です。こういうとですねこんな風に思った方もいるのではないでしょうか。まあ、そうは言ってもさ、まあ、ちょっと音読するって言っても、まあ、自分の声だけでやるのなんか気持ち盛り上がんないな、なんかちょっと一人でやっても日本語発音で恥ずかしいし。そうなんですよ。でそんな時におすすめなのが僕はこの第3位で紹介しているこの音読さんっていうサービスです。でこの音読さんがね何がすごいかっていうと、これを使うとねネイティブの音声であなたが作ったフレーズとかセンテンスそのまま読み上げてくれるんですね。ちょっとね画面出しながらやってみたいんですけども、こんな感じでやります。まあ、例えばね僕はネイティブに独り言とか会話で例えば添削してもらったとするじゃないですか。でその文章があってそれを、まあ、どんな感じで使うかってとこなんですけども、ちょっとここからね画面共有でやってみたいと思います。でちょっと音読さんなんですけども、この画面でちょっとこう見てる感じですけども、例えばまあネイティブとまあこうクラスを受けたりとかして、まあネイティブにねセンテンスを直してもらったとするじゃないですか。でなんかここに出てきた
文章ねすごく使えるなって思った時に、自分自身のね話で、まあ、これ直してもらったからじゃあこれそのまんま使っちゃおうっていうことで、例えばなんですけど、まあ、これこのまんまペタってコピーして、で音読さんのサイトに飛んでいきます。で音読さんのサイト飛ぶとこんな感じで、アカウントを作れるんですけども、作っておくと、ね、読み上げの回数も増えますので、その方がまあいいかなと思います。でここにこうペタッと、まあ、文章貼っちゃいます。でこれね実際にじゃあどういうふうに読ませるかって話なんですけども、ですね、まあ、これはアメリカ英語か、まあ、イギリス英語か、まあ、僕アメリカ英語で今回ちょっと選んで、この読み手の声もねいろいろこう選べるんですけども、まあ、僕はまあ男だから、そうですね、まあ、このジョイとか、まあ、ジャスティンとかケベンとか、まあ、この辺で選ぼうかなと思います。ちょっとジャスティンしますね。でまあ、音声の速度はこれまあ2で、まあ、0.789、まあ、1だとちょっと速いかもしれないので、日本人だったら 0.8 ぐらいでこう、ね、初心者のうちはやっておくといいと思います。で音の高低、まあ、これも本当に人によって様々だと思います。まあ、自分の声に近いところを探してやるといいと思います。で今僕がちょっと読ませようと思っている文章はこの文章なんですけども、まあ、これをね音読さんが読むとどんな感じになるのかって話ですね。すみません、これちょっと女の子の声ですね、うん、上位にしましょう。もう一丁、まあ、理想としては、まあ、このねオーバーラッピングするときに声をかぶせて練習するっていうのをお勧めします。なのでもう一回例えば読み上げてやって、まあ、I was wondering if I could maybe buy you a cup of coffeeまあ、こんな感じでちょっと今僕ねこう再生しながらやるのがちょっと遅くなっちゃったので、オーバーラッピングにちょっと遅くなりましたけども、まあこんな感じでねオーバーラッピングを何回もこうやっていただくっていう風にすると、まあ脳に定着するので、まあ後でちょっと説明しますけども、まあこういう風にね練習していただくと、ここに出てきたフレーズはそのまんまねご自身がこう使えるようになっていくはずです。どうでしたか？まあ、自分が作って、まあ、ネイティブなどに添削してもらったフレーズがこうネイティブの声で聞こえてくると、結構ね気持ち盛り上がらないですか？これに合わせて音読を何十回とやってください。そして同じシチュエーションだったらもう考えなくても言える状態にするんです。まあ、第二言語習得論ではこのように正解となるフレーズを何度も何度もまあこう反復していって、まあ、こう歯磨きとね同じようにこう習得できるようになるまでやることを自動化と言います。まあ、これね記憶の観点から見ていくと、この自動化っていうのは僕ら一般的にこう見ているこの文字としての、ね、記憶のことを意味記憶っていうんですけども、これを体で覚える記憶、まあ、運動性の記憶って言って、まあ、例えばボール投げたりとかね車の運転したりとか、こういう記憶に切り替えることを、まあ、自動化というふうに言います。文字記憶から、ね、運動性の記憶に変わると一ついいことがあるんです。それは何かっていうと、絶対に忘れないってことです。その記憶がすぐに頭から出てくるっていうことです。まあ、身近なところで言うと掛け算の九九なんかね、多分九九81ってすぐ出てきますよね。まあ、これと一緒です。なので特定の場面になっちゃいますけども、その会話はこうやって音読して自動化すると完璧にできるようになるってことです。いかがでしたか？まあ、皆さん今までねオンライン英会話とか、まあ、英会話教室でクラスを受けまくってる方もいらっしゃるかもしれません。ただですね、この音読、まあ、自動化までやってる方ほとんどいないと思うので、必ずね取り入れてください。これだけでもね、もう本当ですね、この自動化なきアウトプット学習っていうのはこう努力がかなり中途半端で終わっちゃいます。日本でも最近やっとねアウトプット学習が大事だよって声も出てきていて、まあ、その流れ自体は僕はいいと思うんですけども、この自動化学習の重要性まで指摘している方っていうのはとても少ないです。今、まあ、ネイティブからまあ英語を教わっている人はこのフィードバックをねもらっておしまいじゃなくて、そこからが始まりだよっていうことをまあ理解するようにしましょう。2つ目に紹介するのが Play Phrase Me っていうサービスです。でこれはね最近僕もね知ってハマっているサービスなんですけども、実はこれインプット学習アウトプット学習どっちでも使えます。ちょっと例えばなんですけど、皆さんねこのオンライン英会話とかで、まあネイティブから添削してもらった時にその文章をちょっとね応用して別の場面で使ってみたいって思ったことないですかね。あるいはまあリスニングとかのインプット学習で練習してる時にね、あこのフレーズなんかすごく言い回し使えるなとかって思った際に、どうやってねこのフレーズを例えば応用して自分自身で使っていったらいいのかなっていうふうに、まあ、悩んだこと、まあ、あるのではないでしょうか。こんな時に使えるのは実はねこの Play Phrase Me なんですね。まあ、実際ね、まあ、どんなことができるかってことなんですけども、まあ、これもちょっと論より証拠で、やってみたいと思います。
例えばですね、僕今でもよく覚えてる場面があるんですけど、自分がこのねフレンズで英語学習していた時に、ちょっと最近亡くなっちゃった方なんですけども、ガンターという登場キャラがいて、その人が言うセリフがあったんですね。その方がこんな風に言うセリフがあってですね、 Say Rachel, I was wondering if you'd like to go to a movie with me sometimes. That's my lover. でこれ日本語にすると、レイチェルね、ちょっと考えてたんだけど、たまには僕と一緒に映画にでも行こうよ。でちょっと頭の中で妄想しながら、 As my lover ってことで、僕の愛する人としてっていう感じで、このガンターってキャラはずっとこうむっつりキャラで登場するんですけども、自分のお店でバイトしてるレイチェルのことが好きで、頭の中で妄想しながらね、こう語りかけてるシーンなんですけども、この I was wondering if っていうのが、これ何々してくれないかなと思ってるんですがっていう感じの使い方をするんですね。日本人なんか結構ね、こう婉曲的にこう聞いたりとかするのが好きなので、could you とかね、can you とかって感じで直球で聞いちゃうのはちょっとこう悪いかなと思ったりとかする方多いと思います。でそんな時にこれとても使えるんですね。ただですね、そうは言ってもなかなかね、自分なりのね応用の仕方がわからないっていう方もいらっしゃると思います。でそんな時に使えるのがこのね play phrase me なんですよ。でこんな感じです。今度は play phrase me、 これの使い方のちょっと説明なんですけれども、まずこのサイトに行きます。サイトの行き方は後ほど、画面の方でね、概要欄のところでこうチェックできるようにしておきます。で今回は、さっきのフレンズの、ガンターが使っていたこの I was wondering if っていうのを、実際にちょっと応用ね、自分自身どうやってこう使ったらいいのかなってことが分かんないという、そんな前提でねちょっとやってみたいと思うんですけど、早速ですけども、ここに僕がタイプしていますね。I was wondering if、これでいいですね。ブレイブハートですね、これ。こんな感じでね、5つ出てきて、おそらくね、これこうやって聞くだけでも、この I was wondering の後ろが、If you could とかね、If I could、 この could を、ね、使うのがすごく多いなとかっていうのも、これ直感的にね、文法の本とか読まなくても、ね、気づく機会ができると思います。こんな感じで使っていただくと、たくさんね例文が思い浮かぶのでおすすめです。ではちょっとまた本文に戻ります。でインプット学習で、例えばオーバーラッピングをしていて、あ、この言い回し使えるなとかありますよね。あるいはね、ネイティブにこう添削してもらった時に知ったフレーズとか熟語なんかもとても使えると思います。で問題は、それをもう少しね応用して、どんな風にこう自分なりにこう使うかって時に、こう自分だけで考えるのって結構難しいんですよ。そんな時にこう英語辞書とかね見てると、出てくる例文基本ねつまんないやつばっか出てきますし、じゃあちょっと Google で検索してみてもね、探すのめんどくさいじゃないですか。でそれに比べると、この Play Phrase Me だと、こう有名な映画のね場面からピックアップしてくれてるので、使われる場面もちょっとランダムですけども、いろんな形で出てきます。で同じフレーズも異なる場面でいろいろ出てくれば、自分がじゃあどうやって使えばいいのかってことのイメージも持ちやすくなるはずです。英語独学で個人が使うのにいいかなと僕は思っているソフト、この第1位なんですけども、紹介したいと思います。それは、グラマリー、もしくは、Google ドキュメントスラッシュ Gmail、どっちかってことですね。皆さんが英語を、話そうとするときとか、文章を英語で書こうとするときに苦労することって何でしょうか。英語で思った通りの文章をいきなり出すことができない、日本語で考えたものを英語にしてしまう、そうするととても不自然な英語になってしまいます。このあたりが皆さんの大きな悩みじゃないかと思います。で最初に言っておくと、僕は現時点ではDeepL とか Google 翻訳とかのこの翻訳ツールはお勧めしません。でそれは理由は当然あるんですけども、それはどうしてかというと、僕たち日本人が英語で話したりとか、この英語を英語のまま聞き取るためには、どこかのタイミングでこの英語の音とね語順に慣れていく必要があるんですね。でここでちょっと厄介なことが一つあるんですね。でそれは何かというと、翻訳ツールを使うと最初ね必ず頭の中で一度日本語で考えちゃいます。で日本語で一度考えるということは、必ずね日本語の語順で考えちゃうので、また英語の語順でこう考える邪魔をしてしまうというわけですね。でいつまで経っても頭の中でこう英語日本語のねこの往復になっちゃうんです。でこれだとね会話は永遠にできません。ただですね、僕が今回紹介するこのグラマリーとか、Gmail あるいは Google ドキュメントは例外的に OK です。実際ですね、うちの外国人スタッフから、翻訳の仕事をしている人から、あるいはねこの英語学習者でもそれなりのレベルになっている方、見ててもね、ほとんどがこのグラマリーを使っています。なぜねグラマリーが使えるのかって話なんですけれども、それは独学でね
アウトプット学習するときの欠点を、補ってくれるからなんですね。ではその欠点は何かというと、このネイティブのこのフィードバック、これの代わりをこのグラマリーとかこの Gmail、Google ドキュメントが演じてくれるということです。僕はね、独学で OK と言ってますけども、やっぱりね、そのアウトプット学習、特に独り言などのライティングをね、一人でするときに気をつけなければならないことが一つあるんですね。でそれは間違った英語でずっとね、練習しないっていうことです。これですね、英語圏在住の外国人で英語がね、そこそこ話せる人でよくある話なんですけども、こう間違ったこの文法とか表現で別に通じちゃいますから、それで生活していると、現地のね、ネイティブもわざわざその人の英語間違ってるって言わないじゃないですか。でその結果どうなっちゃうかというと、間違ったまま使い続けるので、そのまま自動化がされて定着しちゃうってことです。この現象を、言語学なんかだと、フォシライゼーションで、日本語にするとこれ化石化と言います。化石のように定着しちゃうってことですよね。だからですね、アウトプット学習するときはこの化石化をしないために、理想はネイティブに見てもらうっていうのが本当はね、一番なんです。でもね、人によっては 100% ね、独学でやりたいっていう方もいらっしゃるかと思います。でその時に役立つのがこのね、グラマリーです。例えばですね、さっきのプレイフレーズミーでも出てきた I was wondering if っていう文章を、僕がね、ゼロから自分で当てはめたことを考えてみたとするじゃないですか。でそんな時こんな感じなんですね。タイプするわけですけども、でここから、グラマリーをちょっと使ってね、どんな感じでできるかっていうのをちょっとこう画面を見ながらやってみたいと思うんですけども、実際さっきの、フレンズでも出てきましたけども、この I was wondering ってやつですよね。 I was wondering、 あれは確か if you'd like to go to a movie、if you'd like to go to a movie with me sometime だったかな。これをちょっとそのままタイプしてみますけども、ちょっとあえて間違えてみますね。 I was wondering、これ右の方でこうカリキュレーティングってことで合ってるかどうか今チェックしてくれてるんですけど、 If you would like to go to a movie、with me sometime、こんな感じでタイプすると、合ってるかどうかの指摘をしてくれて、ここだとね、これ実際にドラマではそういうふうに言っちゃってたんだけども、グラマリーのおすすめとしてはこの go to a movie ってところを、ウォッチにしろっていう、サジェッションが出てきてますね。これはどっちでもいいと思います。であえてこれ例えば、この I was wondering の後ろの場合は、if の後ろは、would とか could とか助動詞来ることが多いんですけども、あえてちょっとこれ間違えてみて、if you、そうですね、if you liked to go to a movie。こうやってみたらどうかな。ってやると、この like とっていうのがこうね、wrong verb tense ってことで、動詞間違ってるよっていうふうに来てですね、would like にして修正しましょうって、こんな感じで教えてくれるんですね。でそうするとちょっと気になって、例えば辞書とかでね、どうしてこの I was wondering の、I was wondering if の後ろに、例えば would とか could とか来るのかなってことが気になって、調べられるじゃないですか。こんな感じでやっていくとね、グラマーも文法も、文法力っていうのも自然とね、ついていくっていう、そんなメリットもあると思います。これでね、修正された文章を今度は第3位でね、紹介した音読3に入れて、何度もね、音読するわけです。これでね、アウトプット学習は独学でもそれなりにね、できるようになるはずです。とは言っても、このグラマリーね、めちゃくちゃ優秀なんですけども、あくまでもこの文法とか単語の適切さは教えてくれますけども、やっぱりね、AI なので、そこまでね、まだ完全ではないです。ニュアンスとかまでね、糸を組んで、やっぱしフィードバックをしてくれるっていうのは、やっぱしね、人間、ネイティブのプロに見てもらう方が、やっぱしいいと思います。なので、個人的なおすすめとしては、初心者のうちはね、このネイティブに見てもらって、ある程度のレベルになってきたら、グラマリーにする。これがいいんじゃないかと思います。でちなみに、Gmail とかこの Google ドキュメントも、結構ね、賢くて、予測変換の機能ついています。大事なのは、この予測変換に任せるんじゃなくて、英語の語順で自分がね、タイプしていきながら、予測が出てきた時に自分のね、頭の中で思ってたことと同じだったらよし、じゃなかったらね、しっかりなぜ違うのかということを考えながらタイプするってことです。これでね、外国人のこうやってくれるフィードバック代わりとしてはね、使えるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、いつも動画ご視聴コメントありがとうございます。今日の動画、正直ね、動画としてこうまとめるかどうか結構悩んだんですね。というのも、多分ね、この動画が本当に役立つのは本気で独学しようと思っている方で、それなりのレベルに到達した方だけじゃないかと思ったからです。僕の知り合いでね、YouTube 実は100万人近い登録者でやってる人いるんですよ。でその人がね、教えてくれたんですけども、やっぱしね、 YouTube の動画は真面目に撮るなっていうふうに言うんですよ。でどっちかというとね、軽い気持ちでこう聞ける初心者向けに作った方がいいよっていう話なんですね。
まあ、ただね、僕はまあそれもよくわかるんだけども、今日の動画自体はまあ僕がね、今まで実際にこうお会いしたこうチャンネル見てくれてる人の顔を思い浮かべながらね、ちょっと収録しているんです。ってのもこの内容はね、絶対に今ね、一人で頑張ってる方に役立つというふうに、まあ、確信していたからです。で、本気でね、独学で英語を話せるようになりたい、今まで聞けなかった英語はね、聞けるようになりたい、英語ができるようになることを通じて、まあ、自分のね、人生、まあ、キャリア、世界観を広げていきたい、まあ、僕はね、自分のチャンネルを作るときにそんな人に役立つ動画を作っていきたい、そう思って、まあ、チャンネルをね、開設しました。まあ、なぜかっていうとね、僕自身がやっぱ英語を通じて自分の人生をね、大きく変えることができたからです。まあ、実際ね、僕自身学生時代、まあ、何をやってもね、他の人の倍時間かかるね、不器用な人間でした。ただね、だからなんですけども、英語だけはね、極めようと思ってたんですね。皆さんも若い時に勉強しときゃよかったってやっぱ思うじゃないですか。もちろんね、その気持ちすごくよくわかります。ただですね、大人になっての学習はいいことが僕一つあると思ってます。何だと思います？それは学生時代と違って、ライバルのほとんどがもう勉強やめてるってことですよ。まあ、実際ね、日本人のこの社会人の平均学習時間は1日わずか6分と言われています。ってことはですね、この動画をここまで聞いた方、多分、まあ、30分ぐらいあると思うんですけども、これだけでね、日本人の平均的な社会人の5日分の勉強してるってことですよ。だからね、今まだね、この成果が出ないっていう不安がある方、安心してください。今日の動画を聞いてくれている時点で、皆さんは少なくとも、まあ、この日本のね、大人の中では学習に対する意欲は間違いなくトップ 10% に入っています。あとはですね、まあ、正しいやり方でしっかりと続けていく。もう本当これだけです。で、不安になったらもう一回ね、この言葉を思い出してください。皆さんすでにトップ 10% には入っています。あとね、ちょっと遠回りすることもやっぱりあると思います。でもこうやって学んで学び続けてるっていうことは、ずっと打席に立ってるってことなんですね。世の中の大部分の人っていうのは、大人になってから打席にも立ってないんです。だからここからはね、本当自分との戦いだけなんですよ。他の人のことなんか気にしないで、何度も何度も、ね、打席に立つ。もう本当これが大事です。もしちょっとでも分かんない、悩みがある、もう困ったことがあったらね、いつでも僕にメッセージください。本当僕ね、そんな方を僕は応援しています。いかがだったでしょうか。それでは今日の復習をしましょう。今回は、まあ、英語のね、独学をしている方向けに、まあ、できる方はみんな知っている英語学習の、まあ、ソフトということでお話をしました。今日の動画では、3つのポイントでお話したんですけど、まあ、前提条件として、学習をこの妨げるソフト、例えば SNS とかの付き合い方を、まあ、工夫するということですね。そしてその前提条件を抑えた上で、インプット学習、アウトプット学習を独学で行うために、役立つ3つのソフトを紹介しました。1つ目が、まあ、音読さん。これはアウトプット学習におけるこの自動化と呼ばれる効果を最大化させるためのものです。2つ目はこのプレイフレーズミってやつですね。これはインプット、アウトプットで学んだフレーズとか構文とか、まあ、そういったものを、まあ、自分仕様にするためのこのネタをね、映画などのワンシーンから探すものです。そして、まあ、3つ目が、グラマリー、あるいは、まあ、Gmail か Google ドキュメント。で、これはね、アウトプット学習のフィードバックにおいて、ネイティブの先生がいない方は代替用のね、必須のソフトとして紹介しました。前回ね、独学書籍の本をお勧めしましたけども、これとね、今回のこの3つのソフトを使えば、まあ、独学をしている方でもね、かなりの成果を出せるはずです。そして次回はこのね、独学の、学習法の集大成ということで、まとめた動画を撮る予定です。で、ここまでね、押さえていただけると、まず最低限のね、学習は一人で、まあ、立ち上がるはずです。それでもね、ちょっと分かんないことだったりとか、聞きたいことがあればね、いつでもこの動画のね、コメント欄とか、この LINE アットでお友達になっていただいてご質問ください。ちょっと全部は無理かもしれないですけども、できる範囲で、回答しています。ということで、今回も最後まで見てくれてありがとうございました。これからも皆さんの英語学習のあるあるのね、落とし穴に落ちないよう、その対処法もたくさん紹介していくので、そういった動画を見逃したくないよっていう方は、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。この動画が少しでもね、皆さんの英語学習のお役に立てればと思っています。ぜひ、まあ、コメント、高評価、まあ、そちらもお願いします。僕の励みにもなります。今後も、まあ、貴重な、ね、英語学習法を紹介しますので、ぜひ、ね、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイガイズ。